藤原旧跡出土木館、上国川表末佐との表記が見られる。奈良県立か原考古学研究所附属博物館、展示。表とは、古代朝鮮及び古代日本での行政区域の単位である。日本初期は、大化の改新の時に軍が成立したと知るすが、実際に軍が用いられるのは、大宝律量制定以降であり。 それ以前は表を使っていた文書が見つかっている。平安時代に書かれた、河大御上宮儀式帳に、南馬朝殿下律表という文言があり、大化の改新直後の江徳天皇の時代に、表という制度が導入されたと記されており、発掘された金石文にも、表を使っているものがあることから、こうした事実は、古くから知られてはいた。ところが、 日本書紀には一貫して、軍と表記されていた。これについて、昭和26年に、井上三貞が、大化改新で導入されたのは、表だったという説を唱え、これに対して、坂本太郎が、日本書紀の記す軍こそが正式な名称で、表は異事体に過ぎないとして、これを否定した。 この両者による論争は会心の御事りの,の記事の信憑性や日本初期編纂時の就職説などと絡んで長い間議論されてきた。しかし、藤原軍などの発掘によって大法律令制定以前に書かれた木簡の表現はすべて表と記されており、逆に軍表記のものが存在しないことが明らかとなった。このため、今日では、 大法律令制定以前は、表と表現される、地方行政組織が存在したと考えられている。その後、大法律令の制定によって、表は、軍に改められることになるが、単に名前が変わっただけではなく、その際に統合、分割などの再編成が行われていたとも、考えられている。ただし、資料が少なく、その実態については、諸説が分かれている。 まず、立表示期については、日立国風土記の説により、大化5年あるいは白地4年と考えられているが、全国一斉の行われたものなのか、地域差があったのかについて意見が分かれている。稲葉国の豪族伊福部氏に伝わる、伊福部系図には、大化2年に初めて水位表が設置されたという記述が存在する。 和家氏系図、和二部氏系図、田島氏系図、阿蘇氏系図、金沢市系図、尾張市系図、仙下市系図、土方君系図に氷の神の記述がある。また、従来の国の宮津子が廃止あるいはそのまま表に移行されたのか、それとも国蔵などの支配に属していない朝廷支配地を対象として導入されたのかについても意見が分かれている。さらに、 木簡や金石文などから、表の長官を、氷の神、時間を、序ただしを置き、その下に、表紙などの実務官がいたという考えが有力だが、これとは別に、日立国風土器などには、表作りという呼称も登場する。これを、氷の神、序徳と関連づける説や、既存の国の宮津子と関連づける説があり、統一した見解が出されていない。なお、 中国政史には、高栗に、内表、外表、白木に、宅表という地方行政組織があったことが記されており、日本初期、慶大天皇二十四年上にも未まなに、世表という地名が登場することから、新井白石、元織則リ白鳥倉吉らは、表という字や、氷という呼び方は古代朝鮮語に由来するという説を唱えていた。 また、金沢昭三郎は日本語と朝鮮語が同型であると考えて、氷を大きな村という意味の古代日本語という説を唱えている。発掘結果から、表と表現される地方行政組織が存在したとは確実であるが、日本書紀や万葉集では一貫して軍となっており、表については一切記されていない。日本書紀や万葉集では故意に、 表を軍に置き換えてあることが明らかになったがその目的や理由については分かっていない。表は国造の国を分割、再編しながら、大化、白地年間に全国的に実施されたと推測されている。それまで国の宮津子やあがた主だったり、部民や三宅を管理していた地方豪族のうち有力者が評価を立て、表の官認となった。 木簡や文献において存在が確認できる、主な表を以下にまとめる。ありがとうございます。